はい、松江錦鯉センターさんのサンケ2歳オス27センチです。お願いします。はい、島根松江さんのサンケです。こちらも東西ではなくて締めた2歳ですので、例えばですね、外池など大きい鯉とこの枝地とか庭池などに入れていただいてもですね、スムーズに育つと思います。これがですね、まだちょうど生まれて1年東西ですと、どうしてもですね、大型鯉とか、他の池の鯉とですね、混ぜたりすると、充血などして風邪をひいたりもしますけども、その前後の締めた2歳というのはですね、もうすでにいろいろな鯉と触れてますのでね、丈夫さ、そして眠りなどもですね、経験済みとなってますのでね、安心して飼えますね。まあ、東西ですとね、眠り済みって言ってもですね、まだまだ東西としか触れてなかったりとかしますけども、この締めた2歳というのはですね、2歳とや東西と新しい鯉とも触れてますのでね、その点が丈夫いところだと思います。こちらの鯉も炭待ちの鯉でまだ未完成なんですけども、いい場所に炭があり、今後この背中の方の炭の出方などの変化もですね、楽しんでいただける、そんな一匹となっております。はい、いいですね。背中です。はい、炭の変化を楽しんで飼ってみてください。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。